はい、どうもチャンネルアリューです、今日はですね、覚醒する本についてお話ししたいと思います。はい、ということでですね、覚醒する本なんですけども、これどういうことだという話ですが、私がですね、今までこう出会ってきた、本たちの中でですね、この本を読めば覚醒すると言われている本がありましてですね、これを全部読むとですね、もう覚醒すると言われている本なんですね。はい、面白いじゃないですか。なんだ、読んだら覚醒するのかということで、実は私ですね、このそう言われている本をですね、購入してみました。はい、でこれ以前の話なんですけどね、もうだいぶ前だったと思います、購入したのは。で、そのですね、本まずご紹介しておきますと、読むだけで覚醒する本ですよ。いきますよ。はい、こちら見えます、消しますか、イニシエーションっていう本なんですね。はい、で、ちなみにですね、お値段が本体で2980円、プラス税です。プラス税。はい、これ厚さ見てください。こんな厚いんですよ、こんな厚いんです。めちゃめちゃじゃないですか、めちゃめちゃ熱いでしょ。なので読んだら覚醒しますよという、こういう本が世の中にはこうありますと。はい、イニシエーションですね。はい、じゃあ、私がですね、この本を買って読みました。どうなったのかっていうのをお話ししたいと思うんですけど、まずですね、読みにくいです読み進めにくいと言いますか、結論から言いますね、結論から言いますね、私これ読み切ってるのかって言ったら読み切ってません。はい、でどのくらい読んだのかって言ったら、全体これなんですけど、読んだのはこれだけです。わかります、これだけ。ほんのどうだろう、15分の1ぐらいですかね。ほんと最初の方ですよ、初期段階、このくらいで読むのを断念しております。覚醒してないです覚醒はしてないです、読み終わってないんでね。はい、なんですよ。なんですが、世の中にはこういう本がありますということですね。はい、エリザベス・ハイチっていう方が書いてます。エリザベス・ハイチ見えますか。はい、でね、すごいボリュームなんですけども、覚醒するよと言われている噂がある、本当かどうか分かりませんよ。私もそんな話をちょろっと聞きまして、面白そうだと思って、購入したと。で結果読めなかったわけなんですけども、なのでこれが本当かどうかっていうのが分からないんですよ、分かんないです。なのでですね、もし興味がある方がいらっしゃったら、この本をですね、ぜひ購入していただいて読み切ってほしいなと。もうすごいんですよこれ。一応僕本棚にですね入れてあるんですけど、この先こう読み切ろうとするのかなっていうところもありますね。なんですけど、素晴らしいこう魅力が詰まっているはずの本なんですよね。なんですよ、多分ね、知ってる人は知ってると思うんですね、この本ね。スピリチュアル業界長い方なんかは知ってる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、すごくないですか、覚醒するっつって。私が読んだのは本当これだけ、たったこれだけ。これね、ちょっとしおり入ってますけど、読めないんですよ。どうなったかっていうと、なんで読めなかったのかっていうと、読みにくいって言いましたけど、眠くなるんですよ。すごい睡魔に襲われまして、読み進めることができないっていう方が正確かもしれないですよね。はい、なのでぜひちょっとですね、本当に興味ある方いらっしゃったら購入していただいて、 Amazon で買えますんで、確か購入していただいて、読み切ったよと、でどうだったよっていうのを教えていただきたいっていう、僕はできなかったということでぜひこうチャレンジする人求むということで、もう面白いですよね。読み切ったら覚醒するよって言われてる本なので、読む価値はあると思うんですよ。それを検証するという意味でも。僕はもともとアンチスピリチュアルの人間なんで、そうは言っても、
自分でこう体験してみないとわからないなということで、まあ、購入してみたんですけど、最後はですねこう行くことができなかったので、この見てこの動画を見てですねどなたかにこう託したいということで、もし読み終わったらですねコメント欄に、読み終わったよとこんなことが書いてあったよで変化は自分としてはどう感じたよっていうようなことをですね、コメントに書いていただけると非常にありがたい。またはですね過去にこう読んで、もう読み終わっているとでこんな変化があったとか、こんなだったよっていうのを教えていただけると非常に、嬉しいですのでぜひまたコメントお待ちしてますぜひお願いいたします。はい、ということでチャネラーリュウでした。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。